猫じゃらし。まあ、紐なしのやつもついてて、後で紐なしでも試すんですけど、安全のためコルクは紐なし、紐付きの方からやっていきたいと思います。まずここに飲み込みます。これぐらいですかね。これぐらい詰め込んでから、こうこうやって引いて、ここにスコープがあって、ここから覗いて狙い定めるんですけど、今この近さなんで、もう覗かずにやります。じゃあ3、2、1、はい、こんな感じです。この中身を飲んで何してから倒そうかな。いった、汚いけど。完成。ゲップ出そう。結構向きになってますね。よっしゃ。取るな取るな。